どうぞ。お先に。保証番させていただきます。結構でございます。あずささん、いらっしゃるんじゃないかと思って。こちらに。どうもわざわざご苦労様でした。ところどころに落書きが。ちっちゃい時のドールくんじゃないかしら。今日のお花は水仙ですね。ええ、お庭に咲いてたっておっしゃってましたから。花言葉は報われぬ恋。ちょっと意地悪な感じがして。ほんと冴子先生らしい。じゃあごきげんよう。世の中は鏡に映る影にあれや。警部、明智という男が警部を訪ねてきています。明智、こちらです。おお、明智さん。どうもしばらくです。何かしけ、あの名探偵明智小五郎だ。あの助手の小林くんです、うん、今日はどうして。ああ、ちょっと変わった事件があったと聞いたものですから。あ
相変わらずの地獄耳だ。改めて事のあらましをお聞かせ願えればと。仏の名は山科佐弥子。今日こちらで彼女が主催の茶会が開かれていたそうです。茶会は正午に始まり、3時過ぎには滞りなく終わりました。それから先生と君は片付けに入ったんだね。はい、掃除をしてると先生のどさっと倒れる音が聞こえない。誰かが侵入したとか逃げ出したような気配が。いいえ。顔面の妖怪は細胞組織が破壊されたためですが、同じ症状が頭蓋内部でも起きています。と言いますと、大脳が完全にやられてる。どうしてこんなことが。我々にも全く見当が。明智さん、これは一体。佐弥子は茶道山科流の一人娘。二度の離婚の後、親の後を継いで茶の師匠に。まあ男関係は相当激しかったようですね。昨日の参会者です。篠宮春美。文学館の方で学芸員やってます。五木あずさ。高級文具と古美術の革膳のものです。夫を早くに亡くし、長患いの姑に代わって、今は彼女が店の方。彼は待ってください。あの未亡人の義理の弟、五木徹です。陽ちゃん。あ、お帰りなさいまし。お願い。はい、お母さん、ただいま。お帰り。どうでした？やはりピリピリと。警察の方もいらしてたし。あんなことになるなんて、いい死に方をする人とは思えなかったけど、恐ろしい。トールは先に帰られましたけど、多分もう離れに。
ねえ、抱いて。お弔いの後だと。さよこ先生とはもう終わってたはずよ。最近おかしいのは、他に好きな人ができたから。あずささんとか。死んだ兄貴の嫁さんじゃないか。でも向こうはあなたのことが好きよ。それは弟としてだ。いいえ、違うわ。私にはわかるの。かわいそうなくらいにね。ねえ、トール君の瞳に私が映ってる。とにかく。誰もいないようですね。あ、ちょっと。なんだ、あの音は。江ノ電の踏切ですよ。こんな時間に、まさか。全く同じ手口だ。それもあの茶会の出席者が。おとといの仏像の怪現象と踏切の誤作動、それもやはり今回の事件と関係が。おそらく。警部、通報した大家が。夜中に悲鳴が聞こえたの？ええ。すぐには見には行かなかった。踏切がカン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 、そっちの方が気になりましてね。それで今日になって勤め先の方から無断欠勤してるし連絡がつかないって電話があって、心配になって部屋を開けてみたら。これが若神か。今時珍しいな。瀬戸庵にも同じものが。
この辺では出回ってるの？昔はここらで作ってましたからね。あ、なんて店だったかな。そう、川膳。川膳。こちらの鏡なんですけど、やはりこちらで作られたものですか？確かにうちで。いつぐらいに作られたか分かりますかね？それは。どうぞ。お仕事中失礼します。私探偵をやってました。明智小五郎さんでしょ？あの有名な。いや、あの事件のことでお話を聞かせてもらいたくて。実は現場にこの鏡がありまして。ああ、普段お世話になっている方々にお配りしているものですが。お姉様にもお伺いしたんですけど、亡くなられたお二人についてお聞かせ願えませんか？小夜子さんとは、あの人がこちらに戻ってから茶道具で贔屓にしていただいている関係でちょくちょく。晴美さんとは1年ほど前から文化委員会の勧めもあって、うちが所蔵している古文書の翻訳をお願いしていました。こんな店でも昔からのものが何十冊と。歴史の都ですからね。明智さんはどうして鎌倉に？この事件で呼ばれたわけじゃないんでしょ？家内がこちらの療養所でちょっと体を壊してしまって。ああ、それはお気の毒に。でもこちらの方が過ごしやすいし、住んでる方々が羨ましいですよ。生まれ育った僕らには分かりませんが、こんな古臭い町のどこがいいのか。でも伝統の技を受け継いでらっしゃるから僕みたいなものでも続けていかないと完全に滅びてしまいますからね。明智さん、鏡というのはこの国では神だったんですよ。神？神社や神輿の多くで御神体として祀られているでしょう。なるほど。つまりあなたは紙を作ってるわけだ。恐れ多いことですが、若紙の作り方は太古の昔から基本的に変わっていません。だがその頂点は一生流国ともに鎌倉鏡であると言われています。僕はそれを超える鏡を作りたいのです。だがなかなかうまくいきません。それは磨き手であるこちらの気持ちに曇りがあるから。鏡が磨き手に対して心を閉ざしてしまうんです。どうです？鮮やかな仕上がりだと思いますが。僕からすればまだまだ本当の鏡とは言えません。
鏡というのは、なんて言うんでしょう。異世界への入り口のような気がしますね。魂を吸い込まれそうで。子供の頃こんなこと想像してましたよ。全てが鏡に覆われている球体の中に入ったら、一体何が見えるのか。何が見えるんでしょうね。神の姿だって見えるかもしれない。ここならそれを作ることができますね。やってみますか。確かに妙な思いにとらわれます。僕らは操られた影でしかなく、向こうが本当の世界じゃないかって源実朝もこう読んでいます。世の中は鏡に映る影にあれや。あるにもあらず、なきにもあらず。近海和歌集ですね。さすが明智さんだ。いや、事件現場の掛け軸にもその歌が。お邪魔をしました。これで。ああ、そうですか。で、あの箱の中は。あれは仏事の時なのに。普段はあまりに。明智さんが見ました。ああ、ありがとう。花屋の方頼む。何か分かりましたか。道内は異常がないんで、これから仏像の方、体内納品物といって、中にはさまざまな奉納品が入っているそうです。例えばどんなものが。小さな金銅物が納められている場合もありますし、法華経、舎利王旗、すり仏、それから鏡なども。鏡。ええ、十分ですからな。そーっとそーっと。うん。いつの時代だ。承久元年1219年、源実朝が八幡様で殺された年ですな。ただいま。ただいま。いるなら言ってくださいよ。うん、
僕ももらうよ。はい。姉さんと差し向かいなんて初めてじゃないかな。そうね、いろいろ大変だったもの、お店を守るために。姉さんにはすまないと思ってるよ。お袋はあんなだし、僕も自分のことばかりやっているし。ううん、いいの。トールさんは今の仕事に打ち込んでくれれば。でも最近ようやく落ち着いたと思ったら嫌な事件ばかりが。昼間明智って探偵さんが来たけど、何聞かれたの？別に。ねえ、トールさん、あなたまさか影取りの鏡を？影取りの鏡？ああ何を言い出すかと思ったら影取りの鏡なんてくだらない迷信じゃないか。そんな飲み方するなよ。うん、姉さん。姉さん、よせったら。手が震えんの知ってんだぞ。こんな風にしたのは誰よ。酔ったのか。そのうち本当に酔うだろうから、今のうちに言っとく。お酒の勢いで口走ったなんて思われたくないから、今のうちに。イサムさんが亡くなって、私のここにぽっかり穴が。しばらくは忙しさで紛れてたけど、いつの間にかそこには。気づいたのは紗友子さん、私とのことを知ってから。いけないって何度思ってもダメ、ダメだった。どうしたらいいんだろう、私どうしたら。
あれ、明智さんは？奥さんのところに行っておられます。おお、明智さんも大変だな。先生が業を背負ってらっしゃることは警部さんもご存知でしょう。科捜研の分析終わりました。お双方とも銅 75%、 錫 25% の比率で混合された鏡で、固有振動数は全く同じです。この合金比率は仏壇の鐘やなんかと同じで、最も音が伝わりやすい性質を持っています。ということはどういうことなんだ。現場にあったこちらの鏡が共振作用を起こして、こちらと呼応し合い木製の仏像を響かせた、そういうことになります。小林君、小林君、大丈夫か。小林君。先生、サラジウムだ。鏡をサラジウムで表面処理してるんだ。サラジウム。サラジウムは赤外線の周波数を強力なマイクロ波に変調する性質を持つ特殊な鉱物です。ある周波のマイクロ波は水の分子を分極させて高い周波数で振動を回転させる働きを持っている。電子レンジと同じ仕組みか。おそらく被害者二人は鏡を見ながら強いマイクロ波を浴び、あのように。では踏切の誤作動、マイクロ波をキャッチしたんでしょう。トールさん、トールさん、トールさん。ひどい顔だ。しでかしたのですか。おばちゃん、おばちゃんこっち、ね、あの子が警察の厄介になるような、そんな。おう、明智さん、なんだこれは。あ、触らない方がいいです。周りに塗られているのは水銀ですから。いつ来ておるわ。おそらく、鏡になってるんだね。ええ。何か見えましたか。見えましたよ。
どんな世界が広がってました。神の姿は見えましたか。それは教えてあげることはできません。中世の中頃だろうか、陰陽道の秘術を記した書物が闇の世界に伝えられていた。金雨玉兎秋、金雨は太陽、玉兎は月。この書物の中に影取りの鏡というくだりがあってね、呪術に使う鏡の作り方が書いてある。それは映した者の魂を吸い取る死の鏡。実際はサラジウムで鏡の表面処理をし、強いマイクロ波を浴びせ死に至らしめるというからくりなんだ。川前には金雨玉兎秋が所蔵されていた。それを翻訳したのが篠宮晴美。伊吹徹はこれを読んだんだな。蔵の中からはサラジウムの原石も出てきて、これで殺害方法は判明した。あとは犯人の動機を知るだけだ。こいつは影取りの鏡じゃないよ。伊吹徹が最後に仕上げた作品です。で、彼は同居を。ええ、伊吹徹はあの通り美しい容貌の持ち主だ。女にもモテた。彼にとって己が美貌に応えてくれる女たちはまさに鏡とも言うべき存在だったでしょう。だが伊吹はその女たちとも手を切ろうとします。それは彼の作る鏡が女たちに激しく嫉妬するようになったからということです。鏡が嫉妬。伊吹徹はそう供述しています。嫉妬のあまり鏡は彼を鮮やかに映すことを拒否し始めた。このままでは死ぬまで鏡を磨き続けることになる。つまり鏡はいつまでたっても完成することはない。完成させるためには女たちとの関係を断ち切らねばならない。その妄執にとらわれた伊吹徹は3人の女たちの殺害に及んだ。まさに鏡地獄ですな。そろそろ今日の取り調べが始まります。よろしかったら。ナルキッソスの話を知ってるだろ。叶わぬ恋に身を滅ぼした若者の物語だ。その美しさゆえ彼も鏡に見入られたのかもしれない。今日はまずお前の義理の姉あずさについて聞こう。お前たちはあの夜由比ヶ浜の連れ込みで上皇に及んでいる。いつからみだらな関係を結んだ。最近になってからか。鏡を作るようになってからか。お前の兄貴が死ぬ前からか。何黙ってる。
危ない。注意万歳。砂が注意万歳。そう言ってあなたを戦場に送り出した人たち、誰も来ないじゃない。大怪我して戻ってきたっていうのに、名誉の負傷なのに。誰もあなたの姿を見たくないの？私あの時、必ず元気な姿のまま戻ってくるって思い込んでしまったの。決死の覚悟で戦場へ行くあなたの気持ちが分かっていれば、行かせなかった。どんなことをしても止めていた。
あなたは私の虫よ。とてもいいわ。さあ、夢を見続けなさい。やめて。私が砂川に現在の姿を見せないために鏡は全部隠したし、金属のものは映るから食事の時にナイフやスプーンを使わないようにしてるのもご存知よね。持ち込んだりしないさ。知ってるだろ、虫の手足ってまた生えるんだ。鏡の中で人は化ける。それを見るのが怖いのか。スナガをあんな姿にした戦争以外に怖いものなんてないわ。怖いもんはないか。従軍を守った軍人の妻、みんなそう思ってるからね。だってその通りよ。名誉の負傷をした軍神の貞淑な妻、近頃はそう言われるし。虫を飼育する不実な女神。ひどいこと言う人ね。今にあなた犯罪者になるわ。誰と話してたかっていうのね。母屋の平井太郎。
ここでろうそくは使わないでって言ってあるでしょ。コモダの集めたものが燃えてしまう。そう、結構価値のあるものが多いの。ものすごく価値がある。このまま美術館にできるほどにね。造形が深いの？天性の見極める力がある。神秘眼ってやつさ。大変な自信ね。でもこの中のものに興味があるのなら、須永の姿は見知らぬ神の像にでも見えるかもしれないわね。生ける美術品ってわけか。生きている。自分の美術館を持ったら貴重なコレクションとしてぜひ展示したいね。タイトルは夢中、夢の虫。残酷な人ね。あなたほどではない。あなたがなぜ叔父の書生をしていたのかわからなかった。でもわかったわ。似てるのよ。あの、菰田の狂人に。光栄だ。叔父は自分の夢ばかり追いかける変わり者。島を買い取って住むようになってからは誰も寄せつけなくなって。でも本当は優しいの。だからこの屋敷や蔵の中のものを残して島へ行ったんだわ。ここはあいつの実験場で、今や廃墟同然。夢の跡を置いてったのさ。夢の跡。だからあなたはここで叔父と同じように寝起きしているのね。趣味の問題だ。残してどこへ行ってしまったの？どこにいる？何をしている？誰といる？それとも心を見ているの？そんな目で探らないで。
私は軍神の貞淑な妻でなければいけないの。須永竹春の女ではいけないの。羽を作ってあなたにつけてあげるわ。そしたら蝶になれるのよ。あそこにいたはずの青い蝶よ。Oh.
己の姿を見ろ。また駒田の実験室を使うつもりか。何をしたの？何？何を言いたいの？こんな体にしたのはお前か。手足を思いで自分だけの虫を作ったのはお前だな。そう言いたいのさ。あなたが何をしてるっていうの？この虫が美術品だってことさ。美術？美術品を作るやつは狂気に取り憑かれてる。自分の思いが絶対的な神だ。それが全てを支配する。私が取り憑かれてるっていうの？そんなんじゃないわ。二度と彼を戦場に戻したくなかったのよ。ふとある考えが浮かんだのはその時。外科医学を学んだ自分に感謝したわ。そしてすぐに呪った。でも思い直したわ。これこそが愛する人のためだって。
はい。こんな精巧な美術品を作り上げたやつがそんな形のないものを信じてるはずがない。形のないものは醜いが、ほら、あれは美しいだろ。俺は美しいものを集めることに一生を費やすんだ。その第一号をあんたから盗むのさ。ゆる、す、許す、そう書いてくれたの？ここに来ていて助かりました。あの島のおかげか。廃墟は僕たちを呼び寄せた。コモダは死んでしまい、あそこは無人のはずなのに、時々何かを運び込む人影があるそうです。コモダに関係ある人間があそこを隠し場所に使ってるんだろう。隠し場所？盗んだ美術品のね。誰が？会ったことはないがよく知ってるやつさ。二重面相？行ってみましょう。いや、あそこが彼の望む形になったら行ってみよう。そう遠いことではないだろう。
じゃあ。怪人二重面相、どこに行こうというのだ。二匹の虫を引き連れて。
運転手さん、少し眠るわ。家に着いたら起こして。かしこまりました。はい、不要です。ええ、舞台を終えて帰るとこ。いいえ、疲れて。なんかお会いできるならいつでも。じゃあいつも通りに先に行ってお待ちしています。ええ、鍵は開けたままで。早くね、一人じゃいられないから。先を変えて、いつものところへ。そうなのよ、見つからないのよ、髪飾りが。だって諦めきれないわよ、あなたからいただいたんだもの。そうそう、今日ね、変な男に花をもらったの。ううん、見たこともない男。ええ、お客になれよくもらうけど。違うのよ、だってそれ造花なのよ。それに私があの通路を通って帰ること、部外者は知らないはずだし。なんだか気味が悪くって。そんな大げさよ。別に危険な感じはしなかったし。やだ、焼いてるの？大丈夫よ、ここは私とあなたしか知らない秘密の場所なんだから。もう分かりました、鍵はかけておきます。早く来てね、一人じゃいられないから。あなたに恋をしてる。
運転手さん、少し眠るわ。家に着いたら起こして。かしこまりました。何ですか？いや、先生のことを見せたわけではないです。まさきさん、僕のこと嫌いでしょ？先生のことだけじゃありませんけど。苦痛ですか？僕とこうして顔を見合わせて話するの。先生とだけじゃありません。じゃあちょっと見せてもらってもいいですか？大丈夫ですよ、触りませんから。あー、またひどくなってる。辛いんですよね、アレルギー性の湿疹は。皮膚の上をこう無数の虫がざわざわと這い回るような、ね。僕は多分この世界とは共存できないんですよ。は？
だって体が拒絶しますし、誰かと触れ合えば必ず不快な思いをしますから。そんな風に生まれてきたんです。思うに正樹さんの場合、皮膚科よりもむしろ心の方のあれなんじゃないかと。まずはそういうね、言っちゃえば脅迫観念を取り除かないと根本的な解決にはならないんじゃないかと。まあいいんですけどね、正樹さん次第ですし、僕は皮膚科医ですし。確かにまあ誰とも関わり合いにならなければそれはそれで済むでしょうし、正樹さんもそれを望んでおられるようですし。先を変えて、いつものところへ。かわいそうな人、こんなにも大きな力を持ってるのに、その使い道が分からなくて震えてる。そう、正しいのよ。意味のないことに使うのが一番。今度の舞台、私を主役にさせたことも。力は使わないとよどんで腐っていく。あなたはひどい悪手がする。
運転手さん、髪飾りを落としてしまったんだけど、ご存じないかしら。いえ、すいません。そう、大切なものなの。見つけたらお願いね。かしこまりました。どうもありがとう。どこかでお会いしたかしら。
そうか。こうすることでしか僕はあなたに触れ合うことすらできなかったんだ。そういうことなんだ。あなたに恋をして僕の毎日は地獄に変わってしまった。怪我されたくなかったから僕と一緒にここにいよう。そしたら誰にも怪我されないし誰にも傷つけられない。不動さん、僕が今何とかしますから、あなたを助けますからね。すいません、ここちょっと切りますね。うわ、あ、ちょっと待ってくださいね、これ大丈夫ですからね。ちゃんと聞いてきたんで、この悪い血は全部出して、でこのホルマリンを動脈になんか注射するらしいんですけど、うわ、あれおかしいな。いや大丈夫ですからね、ちゃんと聞いてきたんですけどね。うわ、うぅ、ちょっと、どうしよう、こっちかな。
なんだっけ。あんたは美しいままだ。やったんだ。ついにやったんだ。やった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 ー。ええ、
はこれ以上何も望みません。は？僕はこの世界を捨てたんです。どの道共存できない世界ですから。僕には守らなきゃいけない人がいるんです。僕がそばにいてあげないと。その人、木下不要なんですよ。女優の。木下、誰ですか？不要ですよ。木下不要。ご存知でしょ？あの、冷たい感じで美人の。最近では、あの、舞台で主役も務めてますよ。いや、ごめんなさい。ちょっと聞いたことないですね。失礼。じゃあ、まさきさん、塗り薬処方箋出しておきますから。すいませんでした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 。お前さん、何より悲しいのは、その女性が腐っちゃってるのは、あの、彼女の中にいる虫のせいで死体が腐っちゃってるんですよ。あの、その死体それで僕の家にあるんで、お前さん一緒に見に行きましょう。ね。その人、女優の木下不要なんですよ。あの、ちょっと冷たい感じの美人の、あの、舞台でも主役務めてたんですよ。木下不要。ありがとうございました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 。どうもありがとうございました。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 